黙って見てるなんてひどくない？
遅くなっちゃったのよさ。もう走らないと遅刻なのよ。だから、ごめんってば。兄ちゃんにまで付き合わせちゃって。ほら、アマ姉も謝りなさい。話さなくていいから、一生黙ってていいから、お願いだから。
せっかくみんなで遊ぼうってことになったんだから、ユミコも参加しなさいよ。私はそれを決めた場にいなかったもの。それでもたまには、ふん、全くしょうがないわねって言いながら参加してくれるのが優しさってもんじゃない。たまにでいいなら今日は参加しなくてもいいってことよね。ガグキ、あんたはまた人の上げ足取って。仲が悪いってわけじゃないと思うけど、ほら、お互いの性格がね。
それにこの年になってまでおままごとを楽しむ気はないの？私も本気で怒るわよ。そう、それなら私にも考えがある。全然怖くないんだから。そうね、二人が言い合うのはいつものことだけど、そろそろマキナも怖がり始めたし。それなら大丈夫。私たちには大魔神がついてるから。
じゃあさっちゃんお願いね。わかりました。やっぱそう思う？普通はそう考えるわよね。でも実際は違ったの。そう、あれはユージ君以外のみんなが揃ってすぐの頃だったと思うけど。その時も今と同じようなことが起こって、最初は私が止めに入ったんだけど、結局二人は言い合いをやめてくれなかった。それで、わらをもつかむ勢いでさっちゃんにお願いしてみたんだけど、そしたら。しかも私やマキナが驚くくらいバシッとね。
の時のサッチかっこよかったのよさ。それはこれから起こることを見てれば嫌でも納得できるわよ。ミチル様、榊さん。何よ、サチ。今、私ちょっと忙しいんだけど。私も話なら後で聞くわ。天音さんにお願いされているので、それだと少し困るというか。それより、早くその物騒なものをしまいなさいよ。なら、そっちが先に考えを改めてくれる？あの、私は二人にお話があります。みんなが困っているので、喧嘩をやめてくれませんか？やだなあ、サチ。私たちは別に喧嘩してたわけじゃないわよ。ねえ、榊さん。そうね、松島さん。
でも効果てきめんでしょ。どうして広島弁出た？今。まだ本気の幸を見たことがないからそんなことが言えるのよ。そう、よく目で人を焦がすとか言うでしょ。
も言うやつ。サチのあれはまさしくそれよ。その通り。しかもあの目は間違いなく10万馬力は出てるわね。やっぱり私、小峰さんが一番苦手だわ。これが一見気の弱そうなさっちゃんがクラス委員を任されている理由。ここには個性の強い学生が集まってるから、いざって時みんなに言うことを聞かせられる人間がいないとまずいじゃない？で、それができるのは私じゃなく、さっちゃんだったってわけ。
さっちゃんはよく分かりましたって言って何でも頼み事を引き受けてくれるけど、さっちゃんの分かりましたは私たちにとって問題の解決とイコールなの。実は怒らせると一番怖いのはサッチンかもしれないんだから、ガオーって。ありがとうございます。さて、榊さんも参加してくれる気になったみたいだし、早速ボードゲーム大会を始めましょうか。言ってるの？ユージ君もやるのよ。
みんなで遊ぶって言ってるんだから当然あんたも入ってるに決まってるでしょうが。私も強制参加させられているのだから分かっているわよね。